こんにちは。柏原ゆういちの今日のインテリアの始まりさせていただきます。今日は日米以外に絶対土地、絶対に中国と戦う国。中国絶対戦争になるよなっていう国の話をちょっとしようと思います。皆さん、どこの国だと思いますか。まあ、インドはそうでしょうね。他にはどうかな。ベトナムは怪しいですね。うんと、まあ、フィリピンですね。<laughs> 台湾はまあ、いもまど、あ、フィリピンも多分中国戦うことになるだろう。 だ日本とフィリピンは多分事実上の同盟国になるだろうとこれは一つの要件として言っておきたいと思います、まあ、そういう記事がありましたので、ね、ちょっとまず読みます中国は台湾南岸近くのフィリピン基地への米国のアクセスを認めないよう警告を発する中マニラ軍事費を増額している中国国営海洋海事協力海洋ガバナンスセンターのゴセイソはこの人ですねこ会長は 中国は南シナ海で必要な場合は、えー、軍事力を見せるべきだと述べ、えー、フィリピンの変説を攻撃したこのフィリピンの変説というのはドテルテの時代ですね昔のドテルテの時代は仲良くしましょうという方針だったんですよでも大統領変わりましたねそれからもう中国はちょっと疎遠になってでアメリカとかね西側の諸国にこうだんだん方針展開したこれが中国の変説なんですねでえー え香港に拠点を置くサウスチャイナ・モーニング・ポストに今週出筆したその彼の挑発的な記事によると、えー、この、えー海えー、と中国海事, <coughs> 海事専門家は海洋紛争を管理するには中国の忍耐と自制だけでは十分ではないと付け加えた「もう戦争をやっちゃえと」とこういうことなんですよね。ウーシのの挑発的な言動はフィリピンがが台湾南岸近く,での近くの遠隔地だが 戦略的な重要な島には、ね、軍隊や建設を行って軍事的プレゼンスを強化しているとの報道の中でフィリピンが日遊びをしているという今月初めの中国の警告と一致している。お前何してんねんとかねそういう感じですね。ヤクザの一文と一緒なんですよねだいね。台湾の南岸から200キロメートル以内にあるこの島国の最北端の州、えー、バタネス州の 軍事施設へのつまり米国だけでなく日本にも認めろという日本にも認めるというマニラの決定の可能性には中国は明らかに動揺している。だからフィリピンにね日本,日本の自衛隊が駐留するかもしれないとこういうことなんですよ。えー、っと伝えられるところにあればフィリピンは現在今年後半に中国米国やその他同盟国と最、えー、北の州で 大規模な演習を検討しているがこの演習は東南アジアの国が台湾南部での西側軍事プレゼンスの拡大の拠点として機能することを目指しているという中国の増大する懸念を刺激するものとなるだろうとフィリピンを根拠にね、えー、と中国戦うぞとそういう見方ですね、えー米,軍とえー、米軍と軍装備品は国防協力強化協定エンハンスディフェンスコーポレーションアグリメント 2を基づきローテーションペースでバタネスに正式に配備される可能性がありマニラは最近米軍が全国のより多くの基地にアクセスできるようにこの協定を拡大することに合意した同様の協定が日本とも準備中であると伝えられているだから日本軍がね日本,日本軍と言ってもらえ日本の自衛隊がフィリピンに駐留するっていう可能性もあるわけですよね。 しかしバタネスへの米国のアクセスは明らかに,らかにまだ合意に至っていない。中国外務省は先週台湾は中国の核心的利益の中心であり乗り越えられない一線であり、えー、最終的最終ラインである、えー、と警告した理由もこれで説明がつくだろう。こうした脅しや警告にもかかわらずフィリピンはフィリピン最北端から最北端の州から 狭いえー、たバシー海峡で隔てられている近くの台湾での不足の事態に備えながら軽装海域での主権を維持する取り組みを強化しているまあいろんなねあの干渉とかがねあの第二省立省とか、ね、ありましたよねああいうとこがどんどん中国の中国はもう占領しようとしてるからですね <laughs> そのためマニラは米国日本オーストラリアなど のパートナーと高度な軍事演習を拡大する一方、ますます高度な高性能な軍事装備の取得を強化している。フィリピンは最近納入された C－ 百三十輸送機など、米国の軍事援助に依存するほかに、二億ペソ、二兆ペソが三百六十億米ドルの軍事近代化計画に基づいて、最新の戦闘機、潜水艦、戦略ミサイルシステムの調達を目指している。 この巨額な、えー、軍事予算が地域の武器商人の注目を集めているニューデリーが最近東南アジアの国に、えー、アラマス超音速ミサイルを納入したことを受け20社を超えるインド防衛企業が最近フィリピンを訪問し軍事協力の拡大を模索しただからね軍兵器ね兵器を売ってるのは実は最近はインドなんですよインドが一生懸命 売り込んでいるまあ韓国なんかもね、えー、武器輸出としてますよねでもインドがねここに来て存在感を高めているとそういうことなんですね一方マニラは、えー、比較的小規模で老朽化した戦闘機の近代化を目指しておりフィリピンとスウェーデンも、えーえー、大型戦闘機契約を検討しているグリペンですねスウェーデンといったらね最も劇的なのは相互アクセス協定をめぐる公算の,の中。 フランスがフィリピンに数十億ドルの規模の潜水艦取引を持ちかけていることだ。でもフランスって普通の通常型の潜水艦って作れるんでしょうかねちょっとこれは疑問ですね。えー、あれだけねオーストラリアだって結局、えー、ね注文はねられてるようにお前今頃できるんかいとそんな感じですよね。えー、欧州諸国国は今年、地球最大規模ののフィリピン、米国間の、えー バリカタン演習に初めて参加するとみられている。韓国やスペインなど他他の新しいパートナーも東南アジア諸国に最新兵器システムを提供しているまあね、だから結局もうどんどんね、だからこうフィリピンがね、対中国の拠点になりつつある。日本も当然そうですよ。日本の沖縄とかね、四国四国国島とかあそこらも全部そうですよ。で、やっぱフィリピンも。 実はあの中国に対まあ南シナ海を、ね、考えたフィリピンを軸にして、えー、行動すればいいですからフィリピンもやっぱり対中の砦になりつつあるんだここういういとですねで大陸規模の中国は、えー、広大な国境を越えて広範囲な国と、えー、領土海洋紛争を抱えているがフィリピンとの緊張はここ数ヶ月で最高潮に達している。そううなんんんでですよも,うもう人がねねちょっと死んだりしてるんで、ね もうどうなるかもううあとどなななるかかわんんいって感じなんですよね、えー、中国にとってこのか東南アジアの国はドゥテルテ大統領政権時代の東南アジアの特別な友人から、えー、フェルニナンド・マルコス・ジュニア政権下で、ね、西側の権力権利パワーの当初ですね権力当初の主要な実現者への、えー、と急速に、えー、っと変貌した。 だから西側諸国はねここを拠点にしてフィリピンを拠点にして力をとにかく投影するとそういう拠点になってるんだ,だ軍事力の拠点になる西側の軍事力の拠点になりつつあるとそういうことなんですよね、えー。マルコス・ジュニア氏は「二国間関係の新たな黄金時代」と宣言しているにもかかわらずこれは、ね、中国とフィリピンとこういうことね。で南シナ海問題に関しては着実に妥協のない姿勢をとっていると。このの変化は、ね、昨年の 北京へのほとんど見乗りのない国賓訪問後に生じたもので、激,激化する海洋紛争やドゥテル政権に約束されたものの履行されなかった数十億ドルの中国中国インフラ投資などがなど未解決の二国関係案について具体的な合意は何合意は何も生まれなかった。中国はあ援助してやるよって言ったけど全然援助しなかった。なんやこれはって話になってるんですね。ドゥテル大統領の後継者にとってそれはフィリピンが厳しい 新しい一線ををを引き、えー、関係を根本的にリセットする時期が来たことを意味しただからもうこれで中国との関係は終わりやと、えー、だからそのマルコス大統領は考えてるとこういうことですねその方向でマルコス・ジュニアは伝統的な同盟国との防衛協力の拡大とフィリピン海,海上部隊による積極的な紹介活動に合算を出した大統領はこれらの動きにより比較的強い立場から中国と 外交的に対処できると信じ,る信じているようだしかし中国にとってフィリピンはあからさまに挑発的な行動を取ることでブ武力紛争を煽っているように見えているとその中には第二東末省からのティトゥー島に至る事実上の海上軍事基地を強化するマ,、えー、とマニ、えー、フィリピンの計画や南シナ海での西側諸国との共同海洋訓練の頻度と範囲の増加が含まれると 現在そしておそらく最も重要なことは中国政府が台湾に対する、えー、マニラの新しい戦略の、えー、戦略的姿勢を注意深く監視していることであると。だから結局台湾だけあったってねその後ろにすぐすぐ後ろにいるフィリピンがどう動くかっていうことは中国にとってもすごく、えー、課題なんですよねだだかかかからららフィリピンから攻撃がするんだったらなかなかね。 台湾南部に対してこう順調に、ね、軍艦を入れてどんどん上陸するってことはだんだん難しくなりますよね。<laughs> 台湾の裏口がフィリピンによって監視される立場にあるんだ大体190キロぐらいなんですよねですからこれ非常にやばいんだと,こういうことです、ね、マルコス・ジュニア政権はこれまでのところ 台湾南岸近くの貴重なフィリピン基地への米国のアクセスを認めるかどうかについてさまざまなシグナルを送っているしかし中国政府が台湾に対して起こりうる激しい行動に備えて準備を進めていることを考えると、えー、まあフィリピンが西側諸国や地域の同盟国に向けて戦力的方向転換をする気はさらさらないのは明らかだ今更中国と手を結ぶってことはもうありえないとこういうことなんですね。 どう見ても中国ではフィリピンの現在の路線を思いとどまらせる方法について活発な議論が行われておりさっきの五種のような一部の専門家はより断固とした強制的な対応を求めている中国の計り知れない軍事的優位性を警戒するフィリピンはアジアの超大国に対する同様の脅威認識を共有する戦略的パートナーのネットワークを拡大する方向に傾いている。 対中でね、ネットワークをしていこう、対中包囲網を作ろうと、こういうことなんですよね。あだ,からだから結局ら、広報国としては、まあ、フィリピンですよね。フィリピンとマレーシアですよね。マレーシアと、あとインドネシアと、あとはシンガポールが入るか入らないか、ギリギリのところでしょうね。あとベトナムか、ベトナムですね。この4カ国が、やっぱり対中包囲網となると、こういうことなんですね。 フィリピンはこの地域で最も急,急,急成長している経済国の一つとして台頭すると同時に、えー、主要な防衛市場としても成長しつつあると。えー、と米国は2026年7月から2027年1月までに4億ドル相当の新型 C130J30 スーパーハーキュリーズ空域を3機を納入する予定であると。 また米国の F16 戦闘機をフィリピン空軍に売却する可能性についても交渉が進行中であるが伝えられるところによると売却額は大幅に落ち込んだと伝えられている価格の問題で行き詰まっている結局 F16 ではまだ高いんですよね。マニラは欧州の代替案も検討していると伝えられている特にスウェーデンはサーブサーブジャス39グリペン 多目的戦闘機などより手頃な価格での大弾案を検討していると一方フランススペイン韓国は数十億ドル規模の潜水艦取引を提案していると。えあの僕以前ねあの潜水艦の技術は海外に出さない方がいいと思ったけどその意見に関しては今でも変わりませんだ戦闘機はねあれはまだ実物ができてないわけですしあれはもう海外でも売るってことを前提に作られてるわけですからあれに関しては僕は賛成するべきだと今でも思っています フィリピン海軍は最大3隻の潜水艦をこの意向を示しており軍事専門家らによれば偏りの激しい地域の海軍力バランスを変える,変える上でゲームチェンジャーとなる可能性があるという「3」というのは魔法の数字だ潜水艦は1隻が運用中1隻が訓練中1隻が回収または整備中だと海上安全保障の第一人者であるイアン・ストーリー氏はメディアに語った「3隻がセットがちょうどいいんだ」と。 ここういういとですね一方マヒンドラ・エミレーツ・ビーグルアーマー・アーマー・リングバー,トラバーラト・ダイナミクス社ヒンドゥスタン・エアロノーティックス社 DCM ・ DC M シュリラムイリ・インダストリーズ社、えー、MKU 社を含むインドの防衛企業の大規模な代表団が最近第1回インド・フィリピン防衛産業セミナーのためにマニラを訪問したインドの、えー、シャンプー・クラマン大使は 2月16日にマニラで開かれた防衛産業セミナーの方々で我々は防衛調達のためにソフトローンを提供する意向を発表したがこれらは最終的にいずれかの共同産業活動を拡大する共同産業活動を拡大する活動も対象とする可能性があると述べた一緒に作るかもよとこういうことなんですねインドのユニークな売り文句は最先端の技術を 競争力のある価格で提供できることだと外交官が語った安いですよううちはって言うんですよ、ね、まあだから結局ねインドはやっぱこういう感じでねひたすら金を儲けるおさなんですよね確かにインドも最終的にはね中国を戦うことになると思いますけどやっぱりその前にね <coughs> いかにして金を儲けるかこれがやっぱインドの大きな重点ではないかなと思います。でででもここまで、ね、用意が揃ってるんですから フィリピンは絶対中国と戦争になると個人的には思いますよ。あの台湾とね台湾を巡って米中を争わないとこういう風に言ってる人もいますからあの佐藤勝さんみたいにねそういう人もいますから世の中いろいろだなと思いますけど、まあ、このまま行ったらどうやったって衝突は避けられないだろうとこう思うんですけど、まあ、フィリピンがねその中の一角に絶対入るだろうなっていうのが今日の話でした。 じゃあ今日はこのぐらいでよろしかったらいいポチョそしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクスねあれ本当使助かってますからよろしくお願いしますじゃあ今日はこれでおしまいしますね失礼します